おはようございます。すすきの YouTuber のドルフィンです。本日は飲食店あいうえおのか、はい、かについて語っていきたいと思います。本日は、簡単にするということですね。簡単にするっていうのは省略するとかそういう意味ではないんですけども、やってるね、あの仕事の効率化をするってことですね。いかに無駄なくね、手早くやるかっていうことを考えて、簡単にできるものは簡単にする。ね。無駄が多いものの無駄を省いていくっていうことですね。これができるようになると、だいぶね、こう、効率化してスムーズに仕事ができるようになると思います。はい。見直してみるとね、やっている仕事で、まあ、これなんでこんな手間があるんだろうとか、まあ、そういうのもあると思うのでね。はい。なくしちゃいけない手間っていうのも絶対あるんで、そこは残しつつ、ね、そういうのをやるっていうのは大事なことだと思います。いかがだったでしょうか。本日、飲食店あいうえおかでした。また。Thank you.